ちょっとまた太ってきた。なんかさ、食欲がさ、どうしたらいいの？食欲がなんか抑えられない。それはアイドルとしてどうなのかと思うんですけど。あ、もう夏バテなんてしたことない。そう、もうさ、チーズバーガーお揃いして食べてきた。めっちゃ美味しくない？そう、あそこめっちゃ美味しかった。こんにちは。どうしよう。なんかこうやったりとか下向いたりとかするとお顔のお肉がこう動いてるのが分かるんですよ。こういう感じで、こういう感じでやると動いてるなって思って、どういうことって。最近美味しかった食べ物、それこそあのチーズバーガーめちゃくちゃ美味しかった。どういうこと？ベビーシカル。
最悪。今ポストしたんだけどさ、タグ、あー、杉本萌タグ付けすんの忘れてた。いっか、レモネードソーダかな。そう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 、それです、それです。8月18日5部完売おめでとう、ありがとう。もうプレミアムじゃないもん私。じゃあ私急いでるんだった、急いでるんだから急いでるんだからもう早くメイクをしないといけない。なんか私最近お肉を求めることが多いけどさ、お魚さんにしたら痩せるのかな。焼き魚とか、焼き魚とかにしたらさ、でも量食べちゃうんだもん、そんなん意味ないよな。あーお腹すいたなーっつってまた違うもん食べちゃうんだよ。うわ目がちょっとしみる。よし、夜の配信はありません、すみません。
今日は今日もそうですね、昆布ポキちゃんはもずくは何ず、ちょっとね今はもずく食べてないけど、食べてた時はどっちも買って一回に両方を食べる、二種類とも。これですね、正解はこれ。ほなどっちとかない、もずくは健康にいい。もずく自体っていうよりかはそこに入ってる酢とかじゃない？酢は苦手っす。もう染みついてっじゃん、なんか。今日も昆布。昆布。ポキの見た夢の内容が気になる。ポキの見た夢の内容が気になる。なんか今和の国のアリスっていうネットフリックス限定のドラマがあるんだけど、あれってなんて言ったらいいんだろう、
神様の命令に従う系で、神様が下したゲームに参加してみたいな感じだったけど、なんか私の夢はもう人間同士だったんよね。でなんか勝ち残っていくみたいな感じだったんだけど、まあなんか見事私は勝ち残りまして、逃げ切ってね。なんかチェーンソーを持った、めっちゃでかい、でかすぎる男の人とかが追いかけてくるの、めっちゃ怖くない？あ、夢の話ね、これ夢の話なんですけど、土屋太鳳さんと一緒に戦ってたってこと？いらっしゃらなかった。いらっしゃらなかったってどういうこと？でもね、山崎賢人さんはね、いらっしゃったの。あのドラマに出てらした俳優の皆様、あの山崎賢人さんしかいませんでした。なぜかわかりません。そう、でさ、チェーンソーってさ、コンセント使ってんの？あれ。チェーンソーの動く原理って何？エンジン？でもさ、言う、わかんないし、私の脳みそはさ、そんなさ、チェーンソーをさ使ったことなんてないから知らないわけだからさ、なんかコンセントでつながれてるみたいなさ、感じあったの、そのチェーンソーがなんか電動のこぎりみたいな感じでね、なんかね、あのね、要はコンセントの元っていうか、プラグの方を探してね、それをちょん切るっていう素晴らしい貢献をしたの。でもエンジンなんでしょ、コンセントあれ何だったの？ユーはそれがチェーンソーだのコンセントだと思って切ったよ。どう？拍手。拍手。ね、でそのでっかい男の人は攻撃してこなくなりましたので、ポキたちが、まあ、生き残れたというか、その場をしのいだといいますか。
あとはあの人間対人間のはずなのに、はずなのにね、あのね、でっかい鉄の玉が転がってくる夢とか、どこかの隙間に入ったり逃げ切らないといけないかったの。怖いよ。ね、ほら怖かったでしょ。私怖かった結構。っていう夢でした。最後ね、18人ぐらいが勝ち残るんです。なんでこんな夢見たんだろう。最近そういう系のドラマとか見てないんだけどね。ユーナが好きそうな、そう、内容ではあるというかドラマなんだけど、私さ、そういうドラマ好きだけど自分が体験したいとは思ってないわけ、こう見えて。そんなあんまさ、おりゃーみたいなのやりたくないのよ。もつこさんにおめでとう送れたよ、もちろん。もちろんね。
去年もつ子の誕生日は二人でお出かけして、その時に一緒に誕生日プレゼントを買いに行ったんですよ。だから今年もそうしたいなって持つことご飯行くってなったら和食。洋服オフィシャルで仕する、あ、そうそう、見てほれ、こういう感じ、今日はこんな感じです。こっちは袖ある、シースルーの方は袖ありますけど、インナーがね、なんか今までないようなこういうやつです。どうですか、こういうやつですよ。ラーメン、え、そんなん余裕でいけるけどさ、なんならもうなんか公演終わりとかレッスン終わりとかに行けるけどさ、でも誕生日お誕生日おめでとうズズズズズズってさ、もつ子ってラーメン食べれるの？
なんかさ、誰々さんが初訪問って出るじゃないですか。そこではなんか私の大好きな方の名前があるけど本物かわからないから何とも言えないやつ。ツインでツインズ、そうツインテールでね。内側見えんから何とも言えない。うん、そうだよね、そうだよね。いや、わかるけどさ、なんかでもめっちゃテンション上がる。そんなの あんまりさ、48グループ同士の交流があんまりないからさ、ただただうえーってなる。下まつげはいっか。あ、でもあれね、ヒントというか共演させていただいたことはあります。どこかで。私は嬉しくて覚えている。下まつげ塗らない、めんどくさい。下まぶた塗ってないわ、忘れてた。本物だったら大歓喜だな。一瞬でもその方の目に私が映ったっていう。キモすぎ、キモすぎる。そんな考え、キモすぎだけど、
こんにちは。いや次はないよ、次なんてないよ。そんなひょい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 な感じの方じゃないもん。次はない、ない。え、シングルの選抜に入った方、あ、もうバッチバチバッチバチに入ってる。多分名前聞いたらうわーってな、みんながなるぐらい。でもその方がさ本名で来るのかな。まあ私本名だけどね、見るさプロフィールのやつも。現役48、うん、いや本物だったらの話ね。これもうさ偽物でさなりすましみたいな感じだったらもうほんと恥ずかしい話。これはその名前の方が本物だったとしたらヤバすぎる。X とインスタフォローされたりして、あ、そういう、それはないわ、ないないない、それはない。それない、無理無理。どんな髪型しよう。メイクは終わったけど一応あと15分ぐらいしかないわ。いやもうあのね、そういうあの無理絶対無理。何かの奇跡が起きて、どう、もうなんか共演させていただく機会がものすごく多くてめちゃくちゃ仲良くなるぐらいじゃないと無理。
でも仲良くされてる方を見たことはあるんですよ。ちょっと待って、あのさあ、コテ持ってくるわ。コテ、早くしないと。時間がないよ。よよよよよ、やばいです。今日の髪型は巻いてポニーテールかなと思ってます。ポニーテールというか、こう軽くここら辺でくくろうかな。それより時間がやばい。
急ぐとね、でもろくなことがないので一旦冷静になりましょうか。どうせ、ポニーテールするから OK。 1、2、3、1、2、3、はい、1、2、3、はい、できた。
よし、なんかね、このさ、私が最近買ってるさ、なんとか臭ってこのスプレーあるじゃん、これね、これです。これで全種類集めたと思ったらね、くるくる臭っていうのもあるらしく、知らん知らん知らんやつ出てきたって感じ。でもロフトでね、売ってないんだよそれ。どこで買うんって。いい感じ、いい感じだ。
んなもんなのでは。温めます。手につけてこの S を触る。そうするとこれで固まる。完璧です。この固まり具合は完璧でございます。見てください。うわーうわー、ほれ、これから公園出るんですかっていうぐらいの、こんな感じ。 OK、負けることにな、負けるようになったことによってさ、めっちゃさ、ヘアスタイルの幅が広がってる気がする。じゃ、壇上読みますかね。今日の夜の配信はありません。では壇上読みます。13位ヒューガさん、ありがとうございます。12位あかりちゃんさん、ありがとうございます。11位ひよりげたさん、ありがとうございます。10位ディヤマさん、ありがとうございます。9位音速の貴公子さん、ありがとうございます。8位カジュポンさん、ありがとうございます。7位マサ佐藤さん、ありがとうございます。6位突破Qさん、ありがとうございます。5位片山さん、ありがとうございます。4位健山さん、ありがとうございます。3位まこいもさん、ありがとうございます。2位山ありさん、ありがとうございます。1位ひさきさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。今日はね、まるまるまるちゃんとご飯食べに行ってくるので本当に夜はありません。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。じゃあね、おやすみ、ごきげんよう。